入社して辞めてから、古着屋さんでバイトしてて、で古着屋さんがなんか合わなくて辞めてパーソナルトレーナーしてました。マジで、はい、すごい。それいいじゃん、真っ白なパーソナルトレーニング系。教えれんの？一通りのトレーニングはできます。はい、それいいじゃん、真っ白のパーソナルトレーニング。本当ですか？イラッときそうです。どうやって教えてくれるの？なんかまず、あ、なんか初めまして、こんにちは、うん、で、ドキ今日担当させていただきます。グルーブ言っちゃう。あ、ごめんなさい、本名言っちゃった、すいません。ほんで星野ゆきと申します。お願いします。で、今日は、じゃあ体からほぐしていきましょうみたいな感じで、はい、寝てください、ポールの上、ここにちょっと寝てくださいみたいな感じで、で、揺らしますねって言って揺らしてくれる。そうです、で、10秒間かけて揺らします。で、じゃあ上体を起こしてくださいって起こして、で、ちょっと最初にトレーニング前にストレッチをしましょうって、ストレッチして、じゃあちょっとお水飲んでください。水も飲ます。水分大事ですからねって言いながら。で、今日は、最初に、スカッとする前に準備運動したいと思うので、ジャンピングジャックスやりますみたいな感じで30回ぐらいやって、30回もやる、さらにやります。痩せさせれたの？いやー、私が痩せさせられなかったですね。めっちゃおもろい。いやー、ちょっと難しい。向いてないじゃん。もう向いてなかったです。やっぱなんか、難しいですよねって言っちゃうんですよ。食事もだってあれだよね、管理とかもしてあげない。食事はそうなの、でもやっぱその強制させるのが良くないなと思ったんで。好きなもの食べて言ってた。好きなもの食べて、まあまあなんかある、まあその申告はしてくださいみたいな感じでっていう感じですね。なんか弱そう。弱そうだね。てか、むしろ引退してるからね、一回。そうだよね。うちらより経験1個多いから。引退ってでかいね。キャリア何年だっけ？引退してなければ4…それ足すの足さないの？どっちがいいんですかね、どっち私分からなくて。大仁田に聞いてみようか。確かに大仁田さんどうしてお前引退して足すの？足す。これどっちが正解いいですか？どっちが正解なんですかね。足してみよう。だってなんか入ってるの、40何年やってる。あ、でも入ってるんですね。足していいんですか？分かるんだけど。でも1年休む。そうです、そしたら3年で。すごいね、1年。だって覚悟を持って引退したわけでしょ？そうです、覚悟を持って引退しました。どういう感じで復帰するの？でもやっぱ批判覚悟だなと思ってました。批判された？いや、そこまで批判…ちょっと1回批判されてほしいよね。なんで批判されないんだろう。されないもん。大仁田扱いされた方がいいよ、パパの中で。あ、嘘つき。嘘つき。大仁田さんってだって2回目の引退の時に、はい、川崎球場超満員で引退して、1年何ヶ月経って復帰して、でミスターライヤーって名前だったんで、自分のことかっこいい。革ジャンの背中にミスターライヤーって書いて。じゃあミスターライヤー、もう一回ぐらいやめなきゃいけない。もう一回ぐらいやめなきゃいけないですよ。まだ1年後。ミスライヤーはちょっとまだ早い。ちょっと騙しまくった方がいいんじゃない？一回ぐらい引退した方が。涙のカリスマはあの子だもんな。ミサちゃん、ミサちゃん。涙のカリスマ。でもすぐ泣くよね。私もすぐ泣きます。すぐ泣くイメージが。梅崎は泣かないの？泣くよ、マジ泣くよ。梅崎さんはなんか、はい、正統女子プロレスの後継者って感じするよね。本当ですか、うん、でもすぐ泣くは泣くよ。あ、本当？わりかし普通に泣くよ、いろんなところで。なんでこういう風に見えるんだろう。なんでディアナでしょ。ディアナを背負ってるから。チョチョは、うん、
何やってたの、プロレスラーの前は。プロレスラーの前は、え、何歳デビュー？18、19、高校卒業してデビューしたから18。え、高校生の間に練習生だった。高校生の間はプロレスラーになりたすぎて、なんかいろんな団体のプロレス教室とか練習に入らせていただいて、最終的にどこに入団するかっていうのを絞って決めた。え、候補は？でも最初ははるか本当に戦場の大ファンだったの。橋本千代選手と里村選手めっちゃ大好きで、へえ、めっちゃ、だから選手も、夏休みだけとか冬休みだけとか、少しなんか行かせてもらったりしてって、で結局こっちサイドでたくさん教わったのがガトム、うん、さくらさん、あ、めいちゃんとかのところで、あそこが毎回プロレス教室やってて、毎日のようにそこにほぼ毎日のように通ってて、そこともディアナで悩んで、まあ、結局まあそのリングで試合したいっていう方が強くてディアナに入りました。え、プロレスラーになりたかった人？私は、いや、違いますね。あ、いや、なんかその私アイスリボンのサークルに通ってたんですよ、プロレスサークル。へえ。で、その高校3年生、1年生からずっと通ってて、へえ。で、3年生になった時になんか進路どうするってなって、私は看護師さんになりたかったんです。あ、なりたかっただけか。あ、そうです。やってたわけじゃないんだ。そうです。なんか私は看護師の方に、あ、そうです、なりたくて、なんかそっちの道に、なんか大学もそっちの道に行こうとしてたんですけど、なんか人の話興味ないから。え、聞いてる、聞いてる、聞いてる、ちゃんとちゃんと聞いてるよ。こういう、こういうとこで聞いてるよ。こういうとこで聞いてるよ。で、なった時になんか親が、なんか両親がなんかそのプロレスラーにもなってみたらいいんじゃないのみたいな感じで言ってくれて、なんかその今までにない経験とかができると思うよみたいな言ってくれて、それでなんか、ああ、なってみようって言って進んだみたいな感じ。へえ。じゃああれだ、アイスリボン一択だったの。そうです、私アイスリボンしか知らなくて、へえ、なんかルールさえも知らなくて。それでよくなったね。はい。え、なんでなんでプロレスラー好きだったの？あ、でもなんか人がなんかそんな受け身を取ってるのがなんかおおって感動した記憶があります。へー。でもマシオちゃん最初の頃マジでヤバかったよね。私ヤバかったです。試合中熱中症とかになって試合できないとか。そう、そうです。本当に私毎試合ぶっ倒れて、いつもお母さんがなんか車で救護活動でもうマシオちゃんがもう無理ってなって、普通にもう終わりって試合成立できる、はい、できずに。体力がないってこと？それとも体力っていうか、そのキャパを超えちゃってるって。多分自分のキャパをオーバーしちゃうんだと思います。アドレナリンも効いてわ、ね、ーってなって、こういっちゃいます。で、もうあってなって、すぐレフリーの方が気づいてくれて、終わり終わりってなってっていうのが結構あったよね。そうですね。結構強くなりましたね。すごいね。結構バカ進んだんだね。うん、あ、でも、あ、本当にそうです。試合数をめっちゃ踏んで、ね、うん、最初の頃だともうなんか何も試合できなかった。だって私、じゃ、なんて、セラさんの試合で、確か、あれ回されて、ジャイアントスイング。ジャイアントスイングでワン、ツー、スリーでした。ぐらいやばかったです。それでなんか熱中症で倒れて、ずっと背骨つけなくて。最初、一緒に YouTube 撮るって思った時、うわっって思った。めっちゃいるじゃん。全然思わなかった。逆に復帰、マシロちゃんが復帰してから会ってなかったので、あ、会えるぐらいの感覚でした。なんであいつ復帰したの？最悪、やめんなプロレス。いや、思わないでしょ。やっぱそういう年が近い選手が多ければ良いこと言っちゃう。逆にはるか、うなぎさんも知らない。なんで、逆になんで最初デビューしたの？ノリ。え、どんな感じでプレスしてみたいみたいな。で、最初なんかアイドルやってて、うん、で、なんか、まあ、当時東京女子プロレスってさ、コロナホール埋めてたじゃん、うん、はい、で、なんかもうアイドル界から言ったらさ、もうそれこそ本当に土底辺やってるから、お客さんよりアイドルの方が多いみたいなとかもやってるわけよ、ライブ。あ、と
をやってるから、うん、言ったら後楽園っていうワンマンで1600人パンパンってさ、マジすごいじゃん。すごい、うん、すげえと思って、うん、で最初プロレスやってみたらってなった時に、で知らないからレスラーなんか、うん、アジャコング、うん、井上京子、なんか顔に書いてるキャラばっかじゃんみたいな、うん、やだ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 、絶対無理無理無理みたいな、うん、だけどその東京女子のポスター見た時にめっちゃみんな可愛くて、うん、こんな今こんなのだ、やるやるみたいな感じ、始まりは全く試合も一回も見たことない状態で、それは誰かに勧められたとかじゃなくて、そう勧められたの。あ、そうなんだ。勧められて始めて、でもうノリで始めてデビューして、なんならもうそのアイドルその時まだやってたから、うん、まあ、プロレスラーになって、このプロレスラーっていうアイドルみたいな面白いから、うん、こうファン全部持っていっちゃえみたいな、うんうん、アイドルね、そう、うん、ぐらいの感覚だったけど、でももう逆に自分がドハマりしちゃってプロレスに、うん、いいねっていう、だから本当に全くもちろん憧れてる選手とか一人もいないし、うん、歴史とかも全然知らない、うん、知らなかった。まあ今はさ、まださすがに関わったりとかするからうっすらは知ってるけど、なんかこの人がこんなんやってきてこのタイトル持っててみたいなとか歴史とか全く知らないし、うん、なんかたまに女子プロレスラー、元女子レスラーの何々さんだとかさ、みんな知ってるじゃん、一人知らないから、うん、誰っていうみたいな、うん、ってなるし、逆にそれが良かったんじゃない？全然分かんない。でもだから本当に失礼ぶっこいてる時絶対あるから、うん、分かんないから。でもなんかそれもさ、今までなかったタイプじゃん、多分女子プロレス界に。でもさ、今多くない？まあ、今多いかもしれないけど、そんなみたいな感じの人が多分いないから。なんで一気にプロレス好きなギアが入ったの？なんかどのタイミングだったの？その初めてその練習生で試合お手伝いしに行く時あるじゃないですか、その時の試合がちょうどあの東京女子のトーナメント戦、シングルのトーナメント戦の本当に最後の山、うん、この4人から1人になるのを1日でやる日みたいな、うん、でこれ4人戦って、待って、ここでもう全然2人ともボロボロなのにまだもう1回あんのっていう衝撃、もう本当素人と一緒、あの人あんなに立てないぐらいボコボコにされてたのにこれ試合もう1回やんのっていう山で、坂崎優香と優だったの、優さんの山で最後優さんが勝って、で、なんか2人が抱き合ってなんか喋ってるんだけど、うちら何言ってるか分かんない、分かんないけど、なんかお前絶対勝ってこいよって言ってるのと絶対勝ちに行くねって言ってるの分かるじゃん、うん、もうそれでもめちゃくちゃ大感動してプロレスマジやべえと思って、もうそっからで初めて見に行った試合が多分そういう試合だったからっていうのもあるけど、まあでも多分結果的にはなんていうんだろう、心を動かされることがめっちゃ多いから絶対プロレスにはハマってたけど、うん、もうその初めて見た試合がそういう試合で、ニコニコしてさ練習してさ優しく教えてくれてる人たちがさあんなガチでさぶつかり合ってさ、うん、もうボロボロでさもう無理じゃんって思ってんのに、それでもなお戦ってお互いを称え合うって何これと思って、でも絶対取ってほしいベルトみたいなエモいよ、ね、なったのが結構なんか自分の中で大きかったかなっていう、入り口でなんかこうお互いバチバチしてるの、出口で讃え合うっていうか敬意の、うん、感情が出力になってることにやっぱ驚きあるよね、確かに、うん、さっきまでやり合ってた、そうだよね、なんかやっぱやんないと分かんない、うん、多分レスラーにしか分かんないあれじゃないですか、うん、その戦った後に、うん、っていうのって、しかも1試合やってきてるわけで2試合目でみたいなのとかもなんか本当に、私はまだないんですよ、そのトーナメントで同じ日にもう1試合とか決勝と決勝があるみたいな、ね、なくてドハマりしましたね、うん、
冬だとまあちょっと DDT、まあ、DDT 系列だったから、まあ、そんな別に一緒に試合することなんかもまずなかったけど、天才じゃないですか。なんかもうあのブラジャー取られたら負けとかの試合とかあんの。へえ、意味わかんない、意味わかんないけどなんかくだらなすぎて感動しちゃうみたいな、うん、やっぱそういう試合を見て育ってきたんだなっていう自覚はある、自分が。うん、こんなくだらないことのために戦ってる、うん、なんて言うんだろう、それを本当にガチでやってるかっこよさみたいなのもあるじゃん、うんうん、昔出たクラッシュギャルズとか、まあ、男子出たら四天王とか、そういうガチガチの試合だけを見てプロレス好きになってきてないから、うん、こう今なんて言うんだろう、まあ、ゴムパッチの試合したりとかするし、うん、高木三四郎ともシングルするし、またまた火祭り男子とシングルトーナメントじゃないかリーグ戦か、うん、もやったし、なんかそれが生きてるなと、うん、自分が今だって去年の夏とか大仁田と電流爆破した次の日に、うん、広田さくらと感情の試合してるから振り幅そう、その時になんかプロレスってこういうことなんだろうなみたいなのはなんか思ったかな。